はい、受験指導専門家の西村です。私は学生時代から塾講師をはじめ、栄光ゼミナール、名講義塾、バスヤカ、寸大、河合塾などの進学塾で25年以上日本、シンガポール、香港などで子どもたちの指導に携わってきました。直近10年以上勤めた河合塾では講師たちの指導力研修を担当していました。また10版を繰り返している10冊以上の教育書、参考書の出版や全国の学校講演、新聞や雑誌の取材やテレビ出演に協力するなど、教育受験というテーマで幅広く活動しています。受験指導専門家で検索すると、検索結果に私のプロフィールが表示されます。気になった方はチェックしていただけると嬉しいです。さて、今回は塾の体験授業に申し込む前に知っておきたい3つのことをお伝えしましょう。塾のチラシやウェブサイトに書かれている無料体験授業を受付中という文字、見たことあるんじゃないでしょうか。もし無料につられて体験授業を気軽に申し込んでしまうと、後悔することになるかもしれません。塾の体験授業を申し込む際には注意しなければいけない点があるんです。まず知っていただきたい前提として、チラシの無料体験授業の文字に急ぐ必要はありません。春季講習や夏季講習などの季節講習会シーズンを除けば、大抵どこの塾も1年を通して無料で体験授業を受け付けているからです。チラシに無料体験授業の記載がない塾や、そもそもチラシを織り込んでいない塾でも、問い合わせれば1週間程度の無料体験授業を案内してもらいますからね。では本題に入ります。塾の体験授業に申し込む前に知っておきたいことの一つ目は、本命の塾を決めてから体験授業に申し込むということです。いくつかの授業を体験して、その中で一番良さそうなところに入塾しようと、気軽に体験授業を申し込むと失敗のリスクが高くなります。なぜかというと、大抵最初に体験した塾に決めてしまうことが多いからなんですね。体験授業に行くと、学校のクラスメートや同じ部活の先輩に会ったりして、入塾するの？一緒に頑張ろうぜとか、入塾してくれたら生き返り途中まで一緒になれるねなどと喜んでくれて、その塾での新たな人間関係が生まれがちです。また講師も体験に来た生徒に特に気を使っていろいろ話しかけてくれます。そうなるとまた別の塾の体験授業を受けづらくなるんですよね。そこで保護者が十分にリサーチした上で、本命度の高い塾から体験授業を受けることをお勧めします。塾の体験授業に申し込む前に知っておきたいことの二つ目は、成績を上げる塾や講師と子供が気に入る塾や講師にはギャップがあるということです。体験授業を受けて帰ってきた我が子が、いい先生だったという感想を言っていても、それだけではその講師に指導力があるかどうかはわかりません。子供が気に入る塾は大抵次のような特徴があります。仲の良い友達がいる。宿題が少ない。アットホームな雰囲気。教室が綺麗。内容が優しい。子供が気に入る講師は次のような特徴があります。話が面白い。雑談が多いとかも含まれますね。先生のルックスがいい。優しい。年が近い。一方、成績を上げる塾は次のような特徴があります。新単元の導入説明でない限り、楽器の途中の授業を体験してもよくわからない。宿題が多め。緊張感がある。机や椅子が古くても落書きなどがなく大切に使われている。成績を上げる講師は次のような特徴があります。説明がしつこい。授業中の指示が細かく多い。雑談が少ない。時に厳しさを見せる。以上、生徒の成績を上げる塾や講師と子供が気に入る塾や講師には大きなギャップがあることをご理解いただけたでしょうか。塾の体験授業に申し込む前に知っておきたいこと、3つ目は、体験させる前に親が説明を聞きに行くことです。最初に体験した塾に入塾することになる可能性が高いことを考えると、先にいくつかの塾に親が説明を聞きに行くことをお勧めします。その後、家庭の教育方針に最も近く、教室長の人柄、担当講師と我が子との相性が良さそうな印象を受けた塾に体験授業を申し込むのが上手な方法です。上手な体験授業の申し込み方をもう一つ特別にお伝えしましょう。それは、塾の指導方針やシステム、検討している教室の合格実績などを聞くだけでなく、我が子が体験する会の授業の位置づけも聞いておくことです。体験する会の授業の位置づけを知っておくことで、どんなスタンスで授業に参加すればいいのか変わってくるからです。授業には次の3つのパターンがあります。その1、宿題の内容解説。その2、演習中心。その3、新単元の導入解説です。
順に紹介しますね。その1、宿題の内容解説では、宿題で出された問題を解いてきた前提で解説が行われるので、体験でいきなり授業に入っても講師の解説になかなかついていきません。体験する回の授業がこのケースに当てはまる場合、宿題になっているページのテキストのコピーをもらって解いてから参加することをお勧めします。その2、演習中心というのは、前回の授業で教えられた知識を使って問題を解くことが中心の授業です。この場合、前回の授業を受けていないと問題を解くことは困難です。前回の授業内容がまとめられたページのテキストのコピーをもらっておき、あらかじめ目を通してから参加すれば少しは解ける問題があるかもしれません。その3、新単元の導入解説というのは、熟成も初めて習う新たな単元の解説授業です。この場合、準備は必要ありません。講師の指導力をチェックするに最適な授業です。生徒たちの学ぶ気持ちを高める話し方か、説明は分かりやすいか、板書は整理されていて復習するときにポイントを思い出せる工夫がされているかなど、いろいろなことが確認できます。でも授業というのは、大抵その1の宿題の内容解説やその2の演習のケースが多いんですよね。ですから、体験授業では授業内容がよくわからないのは当たり前と言います。そこで体験授業では、内容がわかるかどうかよりも、塾と講師が肌に合うか感覚的な部分の確認ができればいいでしょう。ただ講師の指導力がはっきり出るのは授業パターンその3、新単元の導入解説なので、その授業があるタイミングを聞いてその日に体験するというのが理想です。でも全教科が新単元の導入解説授業のタイミングに一致するのは、新学期や季節講習会の初回授業くらいです。学期途中の場合は苦手科目に絞って、その科目の授業が新単元の導入解説になる回に参加してみてはいかがでしょうか。さて、塾の体験授業に申し込む前に知っておきたい3つのことをお伝えしました。1つ目は、本命の塾を決めてから体験授業に申し込むということ。2つ目は、成績を上げる塾や講師と子供が気に入る塾や講師にはギャップがあるということ。3つ目は、体験させる前に親が説明を聞きに行くということでした。いかがでしたでしょうか。体験授業1つとっても塾選びはなんて大変だと思ったのではないでしょうか。でもどの塾を選ぶかによって、子供が勉強好きになれるかどうか、成績が上がって志望校に合格できるかが大きく左右されるんです。お子さんと塾、講師との相性が良ければ、学ぶことの面白さを知って自分から勉強するようになるでしょう。そうなれば、塾で過ごした期間が人生の分岐点になるんです。私は高校卒業までずっと、勉強となると口の中に無理やりわしづかみされたパクチーを詰め込まれるような感覚を味わっていました。勉強もパクチーも大の苦手です。それが予備校である講師の授業に出会ってから一変したんですよね。勉強ってこんなに面白いことなんだと衝撃を受けて、翌年大学に入学したと同時に塾講師のアルバイトを始め、それ以来25年以上教育受験指導に携わることになりました。入塾してから卒業するまでにかかる費用、かける時間、将来への影響を考えれば、車や不動産を購入する以上に慎重に塾選びをする必要性をご理解いただけたかと思います。お子さんにとって最高の塾に出会えるように応援しています。今回の動画を見て役に立ったと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも子供たちのより良い学びのために頑張って動画を作っていくので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。